あなたにいろいろと頼みたいことがありましてね。頼み？そうですね。今度ゆっくりお話しいたしましょう。いささかあなたを長く引き止めすぎてしまっていますから。では私はこれで、今度二人でお会いできる時を楽しみにしていますよ。ようやく行ったか。疲れた。なんだかひどく足元がフラフラする。今この場が音を立てて崩れ落ちたとしても何の違和感もないくらいに。団長。え？団長大丈夫ですか？ひどく顔色が悪いですよ。ああ、心配をかけてすまない。でも大丈夫だ。なら良いのですが。ああそうだ、団長、一つ伝言を預かってきているのですが。伝言？誰からの？ミーナからです。ミーナ？ええ、湖のほとりになるべく早く来てほしいとのことです。なんだか最近ミーナはやたらと塞いでいましたが、とりわけ今日は様子がおかしかったようですよ。一体どうしたんでしょう。団長、なるべく早くミーナのところに行ってやってください。この場は我々に任せて。わかった。じゃあ頼んだよ。ええ、ごゆっくりどうぞ。仮にも聖騎士就任の祝賀会だからな。これくらいは当然だろ。でも人が多くてよかった。これなら知り合いに会う可能性が少しは低そうだ。そんな真似恥ずかしくてできるか。私はそれで十分だ。他の連中にこんな格好はとても見せられない。あら、あなたはもしかして聖騎士の方ではありませんの？その格好、やっぱりそうですわ。この度は聖騎士就任おめでとうございます。なかなか凛々しい方。一緒にいらっしゃる方もお綺麗な方ですこと。それはどうもありがとうございます。いいえ、私は正直に申し上げただけですわ。ところで聖騎士の方、お名前は？リジェルド。聞いたことのある名前ですわ。そう、確かごく最近その名を聞きましたわ。そうだわ、確か預言者であられるお方のお名前じゃなかったかしら。最近もっぱら世間で噂になっている。もしかしてその方はあなたのご兄弟？まあ素晴らしいですわね。お兄様が聖騎士で妹さんが預言者だなんて。きっとあなた方ご兄弟はこのロアーナを救うべく神から使わされたのですわ。ええ、きっと間違いありませんわ。本当に素晴らしいことです。聖騎士の方とお話しできるチャンスだったのに。アス、その中庭の方に行かないか。やはりここは人目が多くて恥ずかしいから。
風が気持ちいい。どうした？さっきからやたらとぼーっとしているが。そんなことで、もし今ここが襲撃されたらどうするつもりだ？真っ先にお前は殺されるぞ。どうした？すまない、いつもの癖だ。なんだ？そうだろうか。え？それは私にもよくわからないから。ああ。そうだな。アスは誰か一人のことばかりずっと考えたことは今まであるか？そうか。多分なんだか自分が情けなくて、本当はもっと考えるべきことがあるのに、そんなことばかり考えている自分が嫌だ。苦しい。こうやって一緒にいると嬉しくて仕方ない。どうした？それはパーティーだから。多分アスに誘われていなければ鎧を着ていたと思う。私アスに綺麗だって言われてみたかったんだ。一度でいいから、少しだけそんな夢を見た。アス、ありがとう。夢を見ているみたいだ。確かこんな夢を以前見たことがある。こんな悪夢、一体何が悪かったのだろう。城下町でミーナの母親が殺されたこと、考えていけばいくらでも原因はある。その積み重ねが今のあなた。疲れた。足がひどく重い。全部どうでもいい気がする。どうあがいたい？破滅の時が近づいている。覚悟するようにと。あれは僕のことを予言していたのか。バカだ。今まで気づかなかっただなんて。大丈夫です。どうか心配なさらず。
翼を失うまで、きっとあがいてしまうんだろうな。サージス様。ミーナ。ごめんなさい。お呼び立てしてしまって。お忙しい時だというのに。いや、気にしないでいいよ。ありがとうございます。私、どうしてもサージス様に確かめたいことがあったものですから。サージス様、一つ聞いてもいいですか？ああ。どうしてあなたは兄と同じ名前を持ち、兄のロケットを持っているんですか？それは何ですか？ただの偶然だなんて、お願いですから言わないでください。ねえサージス様、私の兄、数年前に民兵としてボルドに出兵したんです。それ以来帰ってこなくて、今も行方不明なんです。ああ、前にそう聞いた。サージス様、私、あなたがボルド人だと知った時に初めて、あなたが一体何をやったのかが分かったような気がしたんです。ねえサージス様、あなたは兄とすり替わったんですよね。前にマナフで兄のロケットを見たとき、もしかしたらあなたが兄さんなのかもって一瞬だけ思いました。でも違うんですよね。あなたは私の実の兄どころか。ねえサージス様、正直に答えて。あなた、私の兄のことをどうしたんですか？まさか殺したなんて言いませんよね。兄は今どこにいるんですか？もう、いないよ、どこにも。じゃあ、もしかして殺した、僕は。そんな、どうして、一体何のためにそんなことをしたんですか？さっき君が言った、すり替わるためだ。それだけのために兄を。そうだ、ボルドにいたままでは僕は一生あの境遇から抜け出せないと思ったから。僕も兵卒としてその戦に参加していたから、ちょうど頃合いのいい男を見つけて鎧を奪ったんだ。君の兄さんは民兵だったから、それほどその存在を気に留められず、何かと都合が良かった。それに鎧は快適に身分を証明してくれる。思ったより君の兄になりすますことは難しくなかった。兄の死体はすり替わったことがバレないように首だけ切り落としておいた。多分身元不明の死体として処理されたんじゃないだろうか。話はそれで終わりだ。あとは君も知っている通り、ロアーナ人として傭兵になり、その後に騎士を志願したんだ。どうしてそんなに淡々と語れるんですか？そんなことを。こんなこと、今さら感情を込めて言えるものか。今まで一体何度心の中で謝罪し、夢に見まされてきたと思っている。そしていつバレるのかと、どれだけ怯えてきたと思っているのか。今さら私のこと、今まで騙していたんですか？騙したつもりはない。嘘です。あなたは最初から、私と出会った時から全部知っていたんですよね。知っていたよ。知っていたから、なるべく君に良くしてあげようとしてきたんだ。もしかして私に優しくしてきたのは全部そのせいですか？君のことをかわいそうだと思ったんだ。
兄どころか母親まで殺されてしまって天涯孤独で、だから何ですか。今まで私に同情していただけだって言うんですか。それと少しでも罪滅ぼしができればと思って。信じられない。そんなことをあなたが思っていたなら、なのに私、あなたに優しくされるとバカみたいに一人で舞い上がっていた。ミーナ、触らないでください。私、あなたからの同情なんて受けたくない。同情なんていらないから、兄さんのこと返してください。そうじゃないなら、ちゃんと罪を償って。罪を償う。今まで必死に思いに築き上げてきたもの、何より守ろうとしてきたものを全部壊せたのか。じゃあ、一体僕は今まで何のために生きてきたか。おしん、私の好きな言葉ですよ。だからだね、自分が一番可愛いに決まっていますもんね。もしもあなたが罪をちゃんと償ってくれないのなら、私にも考えがあります。だから今となっては唯一の生き証人、僕が虚偽のものであることを証明できる唯一。だからサージス様、お願い。もしミーナがいなければ。だってこんなの。